本動画で紹介するのは深津絵里さん。1973年1月11日生まれ、大型、大分県出身。2021年の NHK 連続テレビ小説カムカムエブリバディに主演していました。年齢を感じさせない美貌と圧倒的な演技で視聴者を魅了し話題を独占していましたね。1986年東京原宿で行われていたミス原宿グランプリで優勝し芸能界デビュー。1988年 JR 東海のホームタウンエクスプレスクリスマスバージョンの CM に出演されます。1990年パラダイス日本にて連続ドラマ初主演。1996年公開された春にて映画初主演。1997年言わずと知れた大ヒット作踊る大捜査線仁恩田澄玲役で出演し大ブレイク。劇場版やスピンオフ作品多数が作成されるなど息の長い作品となりました。その後はキラキラ光るカバチタレ空から降る1億の星などで主演。深津絵里さんの名が一気に知れ渡りショートカットの似合う美人女優としても名を挙げます。2010年頃を境にドラマよりも映画や舞台を主体とし映画悪人では日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を獲得。カムカムエブリバディでは40代にして10代のヒロインを主演で演じ改めて女優としての凄さが知れ渡りました。2022年には15歳の時に出演し反響を呼んだ JR 東海の CM に33年ぶりに出演しています。映画スズメの戸締まりにも声優として出演し声でも観客を魅了し話題となりました。今後の出演などは現在のところ伝わってきてはいませんが続報が待ち遠しいですね。本チャンネルでは女優タレントモデルさんなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。